はい、皆さんこんにちは。どうもです。はい、今朝はですね、まあ、今朝走ってきた後なんですけど、朝ランニングするのがすごいおすすめですよっていう、動画の投稿です。はい、まあまあ、イージージョグを僕ずっと推奨してて、まあ、すごくゆっくり、軽く走ることすごくいいですよって、まあ、能力も向上しますよっていうこともそうですし、まあ、負担が少ないし、自分もすごく、走ったっていうことで気分も良くなるし、いいですよっていうことをずっとお伝えしてたんですけど、まあ、最近ね、僕ずっと、まあ、いろいろこう動画で調べたりとか、まあ、いろいろこう、まあ、こういう時期なんで、いろんなことやってるんですけど、まあ、その、一つね、すごい、朝走ることがすごくいいですよって、言ってる、まあ、動画があって、で、それで、あ、やっぱりすごくいいんだなと思ったんで、ちょっと今日は僕の、まあ、この動画でもちょっとお伝えしたいなと思ってあげてます。で、まあ、それ言ってるの誰かっていうと、まあ、皆さんもご存知の方なんですけど、メンタリスト DAIGO さんが言ってることで、まあ、もうちょっとこの YouTube の概要欄の方にもリンク貼っときますので、まあ、ぜひ見てください。すごく、わかりやすいし、まあ、すごくいいことを言ってるんで、また見てみてください。で、まあ、簡単に説明すると、朝のランニングが、まあ、その日一日の幸福感を一番高めてくれるっていうことを言ってるんですよ。で、まあ、それでまあちょっとだけこう、見せたいと思うんですけど、実験をしてて、その実験のデータでまあそういう臨床データが出てますよって、エビデンスがありますよっていうことで、こういう感じでカテゴリーが分かれてるんですよね。毎日、運動した人、毎日運動して、その日の朝も運動した人っていうのと、毎日運動してるけどその日の朝は運動してませんっていう人と、毎日は運動してないけどその日の朝は運動しましたっていう人と、毎日運動してないしその日の朝も運動しませんでしたっていう、このカテゴリーに分けた時に、その日一日の幸福感がどこが一番高かったか、どういう順序になったかっていう実験なんですけど、まあまあ一番高いのは大体分かりますよね。この毎日運動しててその日の朝も運動した人、この人がその日一日の幸福感は一番高かったっていうデータが出てるんで、まあ、なので毎日ランニングして、毎日朝運動しててその日の朝も運動する、まあそういう習慣がある人は一番幸福感高いですよっていうデータが出ました。で、逆に、毎日運動はしてないんだけどその日の朝だけ運動しましたっていう人は、この人と、毎日運動してるけどその日の朝はしませんでしたっていう、2つがありますよね。毎日運動してないけどその日の朝しました、毎日運動してるけどその日の朝はしませんでしたっていう、があると思うんですけど、これでどっちが優位になったかっていう話なんですけど、実は、毎日しなかったけどその日の朝だけ運動しましたっていう人の方が、幸福感高かったらしいんですよね。なのでその日の朝運動するっていうことが一日を一番、まあ、そのよりよく過ごせる方法だっていう、まあ、データが出てるみたいで、なのでまあちょっと本当にね、リンクの方からまた見てもらったらいいと思うんですけど、だから順序的には毎日運動してその日の朝も運動した人が一番良かった。で、その日の朝は毎日は運動しないけどその日の朝運動した人の方がその日一日の効果が高かった。で、その次に、まあ、毎日運動しててその日の朝は運動しなかったっていう人っていう風に出たんで、まあ、その日一日を考えると朝運動するっていうのがすごくいいということが、まあ、出てるんで、まあ、僕もイージージョグってその負担のないように、まあ、このデータでも DAIGO さんも言ってるんですけど、もう軽いウォーキング20分するだけでも効果があるって言ってるんですよ。だからランナーの人ってやっぱりこう走らないと、しっかり走らないとなんか練習した気にならないとか良くないんじゃないかと思ってる人すごく多いと思うんですけど、そうじゃなくて本当に散歩に行くような感覚、僕いつも言ってるんですけど散歩に行くような感覚で、まあ、ウォーキング軽くでウォーキングような感覚でこうゆっくり走りに行くっていう感でいいんで、イージージョグを、まあ、推奨してて、そういう風に出ていく、家を出て走りに行くっていう習慣をつける、その回数を増やすっていうことが本当に一番いいと思うんですよね。なので、皆さんもよかったらぜひね、朝、まあ、忙しくてなかなか時間取れないって人も20分だけちょっと走りに行くとかでもその日一日の効果が上がるんで、そうやってやってもらって、で、まあ、そうやってゆっくり走るその有酸素運動の習慣がつけば、必ず能力も向上していくっていう風に僕は今実感してるので、まあ、その辺のこともオンラインサロンの方ではもっと詳しくいろいろ個別にお伝えしたりとかしてるんですけど、もしよかったら、まあ、そんな感じで皆さんも運動してみてください。はい、まあ、今日はそんな感じで、投稿しました。よかったらね、チャンネル登録高評価、していただいて今後ともよろしくお願いします。それじゃあ皆さん、また会いましょう。バイバイ。